皆さんこんにちは、 5+1975 です。皆さんは前方後円墳へ行ったけれども木しか見えなかったというご経験はありませんか？前方後円墳は空から見ないと形がわからない、地上から見てもただの森にしか見えないということは本当にいろんなところで言われているんですけれども、正しい角度で見てやるとちゃんと地上からでもその形を認識することができます。そして何より美しいんです。そこで今回はインスタ映え間違いなし墳丘が美しい前方後円墳ベスト5関西編をお送りしたいと思います。あ、ちなみにこれ関西編しかありませんのであしからず。それでは早速いきましょう。第5位、とにかく墳丘がでかい、奈良県天理市の西殿塚古墳です。こちら3世紀後半に築造された初期大和王権大王墓と目される巨大前方後円墳で、あの卑弥呼の後継者である豊の墓との説もあるのですが、実際の墳丘はこちらです。どうですか皆さん、写真左手が後円部、右手が前方部になりますけれども、周りに建造物がないので築造当時のスケールをそっくりそのまま味わっていただくことができるんです。こんな贅沢な古墳はありませんよ。そして青々とした墳丘が、いやー美しい。続いて第4位、夕日に映える絶景古墳、兵庫県神戸市の五色塚古墳です。こちら明石海峡のすぐそばに位置しておりまして、目の前には淡路島、そして明石海峡大橋を望むことができるんです。なんといってもおすすめは夕暮れ時です。墳丘から明石海峡に沈んでいく夕日をきれいに見ることができます。いやー、私の心の中に感動という感情がまだ残っていたんだ、そう思わせてくれる絶景です。そしてもう一つ、墳丘から少し離れた位置から見た景色がこちら。古墳に住む妖怪さんがこっそり教えてくれた大曲時の一枚です。どんどん行きましょう。第3位は黄金のアングルのお手本です。大阪府藤井寺市の岡御三在古墳です。こちら古市古墳群にある宮内庁からは中愛天皇陵に事情されている前方後円墳なんですけれども、おすすめの一枚はこちらです。こちら前方部の角、私が勝手に前方後円墳黄金のアングルと呼んでいる位置から撮影したものなんですけれども、どうですか皆さん、右手から前方部の底が伸びてきまして、左の奥に後円部が見えます。この位置から見るとちゃんと地上からでも前方後円墳の形が認識できるんです。もしこの世に美しいという形容詞が存在しなかったとしたら、私はただただ黙り込んでこの墳丘を眺めていたことでしょう。そう、言葉はいらないんです。そして第2位は天国に一番近い古墳、大阪府堺市の二三在古墳です。こちらはモズ古墳群、あの日本一の大きさを誇る大仙古墳のすぐそばにあるんですけれども、おすすめの一枚はこちらです。どうですか皆さん、これニューカレドニアの島じゃありませんよ。古代の人々が作った人造物です。透き通った空の青と墳丘の緑、古代の人々の祈りが生み出した奇跡の瞬間です。写真右手が前方部の底、左手に向かってくびれ部後円部と続きます。
前方後円墳がすっぽりとカメラのファインダーに収まるこのポジション、私は神のお告げでこのアングルに気づくことができたのかもしれません。そして第1位はこちら、世界一美しい前方後円墳、奈良県桜井市の箸墓古墳です。こちら日本で初めて定型化された巨大前方後円墳であると考えられており、あの邪馬台国の女王卑弥呼の墓ではないかとの説もあるのですが、おすすめの1枚はこちら。箸墓は元の形が非常に美しいバチ型をしているため、真横からのアングルが一番美しく見ることができるんですよ。私はね、こちらの古墳、女性らしい美しさを感じるんですね。大仙古墳とかとは違う端正な美しさを感じます。あの日本書紀にも大和トトヒモモソ姫という女性の墓であるとの伝承があるわけなんですけれども、やっぱりね、被葬者は女性に違いないのではないでしょうか。さて、いかがでしたでしょうか。前方後円墳の美しさ、そして前方後円墳黄金のアングルをじっくり楽しんでいただくことができましたでしょうか。インスタグラムをねされている方は、ぜひ今回ご紹介したアングルを参考に夏の古墳を楽しんでみてください。そこには今まで見たことがない古墳の姿があるはずです。そしてぜひ前方後円墳黄金のアングルを広めてください。以上です。